どうもおまけでやるでーす。このチャンネルは深夜ファミレスとひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きな人といっていいチャンネルでございますので、知識のあるだし状況をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。はい、ということで、ゲストでーす。イエーイ。いやー、もうスペシャルですね。まず宗師さん。ヘアーサーページの宗師です。あ、いいですね。何回目ですかね。僕2回目。2回目ぐらいですよね。前にワンダビジョンがあったんですよ。何でもなく出てもらいましたよね。もらってきました。ね、はい。で、まあ、柳生さん。はい。はい。アメコミ侍柳生源十郎です。イエイ。あ、もう一回いい。もういい。はい、どうも。アメコミ侍柳生源十郎です。イエイ。よし。そして初登場。はい、はじめまして、はい、関根笹です。あの、東京コミコンのオフィシャルサポーターなどなどいらせていただいております。よろしくお願いします。はい。いや、なんかイベントで投資ネサイトね。そうですね、うん、はい、初めまして。これはとんでもねえのがいいぞっていう。いやいやいや、全然そんなことないです。で、あの打ち上げの時に普通にお客さんで来てくれてて、プラッと来ました投資ネ高野菜ですね。そうそうそう、高野菜で、で、まあ今日は4人で、はい、ちょっとシーハルクのダバなし感想会をやりたいと思います。おお、動画とかやってないもんね。抜けてないです。そうですね、MC は語らないもんね。そうですね、僕のチャンネルでは喋らないですね。配信とかなんかあれではやってんの、コミュニティとかで。あの、インスタの、あの、インスタライブとかでは結構聞かれたりするんで、うん、まあそこでこう喋ったりとかはしますね。ああ、でもそれぐらいか。喋るぐらい。あ、じゃあ、ソーシファンも、シーハルクの感想を聞くのはここが初めてです、初めてです。なるほど、なるほど。で、おまけの夜は今まで、ドラマは割と、毎話やるみたいなやつやってますけど、ミズ・バーベルから挫折して折れちゃった折れちゃって、で、まあ、シーハルクも正直ちょっとどうしようかなって思ってたんですけど、面白かったっすね。面白かった。面白かった。やっぱり本当に、あ、みんなやっぱ大満足。はい、野球さんも大満足でしょ。もっと見たいぐらいです。もっと、わかる。でも全然見れるよね。全然見れます。ちょっとまあ最終話はね、なかなかの視聴難度を求められる内容ではあったと思うんですけども、僕は大大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 大満足です。はい、よくやったなと。これをど、あの、要は実写でよくこれをやったなと。あの挑戦は本当にお見事。あれさ、はい、出てる制作陣はさ、あれどうなの？本当の、あれ全然役者さんです。一人は役者さんか。一人はあの監督が混じってます。あ、そうなの？はい、制作陣出てんだ。ジェシカ・ガオさんが一人、本物があります。でもトップレベルでしょ？ドラマシリーズの中では。ここはもうドラマシリーズでも圧倒的1位ですね。あ、マジ？もう MCU 全体でもラグナロクとほぼ同等感。すごい。マジ？あ、そこまでだからね。じゃあ、笹田さんどうですか？はい、私もあの女性視点においても確かにあの第1話から、うん、あのシーハルクの立場だったりとか、女性として世の中になんか投げかけたいというか、うん、こんなストレス溜めて生きてんだよみたいなのをシーハルクが言ってくれたりとかっていうのが、うん、女性目線でもすごく良かったですし、補正、うん、まあ、ドラマとしても面白かったし、一番として純粋に楽しめました。あ、はい、え、ちなみに今までのドラマシリーズはどれくらい、え、何が好き、ドラマシリーズで。え、聞きます。だってその初めて出るから俺何の情報も知らないから、そう、好みも知らないし、そうですよね。ドラマの中で言ったらどれぐらい、エージェントシールドっていうのが一番大事。あ、そっか、それはなしにしよう。ディズニープラスの中で一番好きでした。ズバ抜けて一番面白かったです。何もコミックの知識がない私が見ても純粋に入りやすくて面白いなって思いましたね。でも全部面白いですけどね。結果そうしたんどうですか。いや、面白すぎたし、そんなに9話あったじゃないですか。結構その9話の中で波あったじゃないですか。ここで最終の最終でこんなにひっくり返せるのかと。ああ、なるほどね。もういろいろね、聞きたい。もう脚本家にいろいろ話聞きたいです。ほんまに。だから本良かったよね。話がめっちゃ良かった。良かったよね。めちゃくちゃほんまに脚本が天才的すぎて、全部すごすぎた。完璧。だからこれでいいのにって思ったよね。なんかその割と一番シンプルなドラマじゃなかった。めちゃめちゃシンプル。連続ドラマ面白いを久々に感じたよ。なんかそういうね、良さでしたよね。確かに僕もね、僕も
正直に1、2番目、2番目あのホークアイとか、うん、あの今回のシーハルクはなんか同じ感じの、いや俺マジこれでいいですって思って、うん、なんか見てて、うん、この面白さだったら、うん、ちょっと見たいなっていう感じありましたよ。アメコミ好きじゃなくても入りやすかったですよね、うん、絶対してると思う。そうそうそう、うん、あのだから俺すごいいいな、本いいよなと思ったのが、うん、なんか今まででこう一個の大きいストーリー分割した、うん、4分割、うん、分割みたいな感じだけど、ね、結構1話完結ぐらいのノリの中に、でもいいのがその2話前の振りが効いてくるとか、あれ超いいよ、めちゃくちゃうまい。なんかそのマッチングアプリみたいなので、はい、なんでこんな、そうそうそう、俺このシーンいるかなと思ってたんだよ、なんかデートがうまくいかないみたいなのが、それがさ2話ぐらい先であれが証拠になるみたいな、なんか俺もうなんか逆転裁判とかやってるような気持ちいいの。あだからちゃんとその法廷ドラマ感が、いや素晴らしかった、あってよかったよね。え、吹き替えで見ました？どっち見ました？字幕です。字幕ですね、はい、字幕でも、字幕を5回見てるんで、前はそりゃ確かにトップレベルの楽しみ方だな、はい、吹き替えで見たんですけど、はい、普通に良かった。いや、今回ね、あの桁外れに吹き替え良かったです。吹き替えめっちゃいいです。吹き替えがね、あの遊び心が 2.5 倍ぐらい増えてるんで、ほんまの役者さんの音声の内容よりも、うん、圧倒的に遊び心を、だからね、あのね、自分あの吹き替えの時のあのケロケロジャンプ、あ、ケロケロジャンプ、あいつが出てきてデアデビルと3人でこうワチャワチャしてるとこあるじゃん、はい、なんかこう、うん、逃げて車で逃げてとかやって、うん、デアデビルがいて、ハルクとあのシーハルク戦ってて、あそこら辺の吹き替えで楽しいんですよ。めちゃくちゃ楽しい。あいつケロケロジャンプが逃げてく時とかケロケロとか言いながら逃げてるけどドロンジョっぽい感じっていうか、なんかねすごいね軽薄な、そう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 、あのコミックアニメみたいな感じで楽しいですよね。楽しい。ちょっとだから。やいや、ぜひ、あ、2週目行くなら、はい、2週目行きます、皆さんも見ましょう。2週目一回ぜひおすすめで。で、あとさ、キャラ多くない？多いですね、めちゃくちゃ多いですね、うん、キャラ多いのも楽しかったなって。あれはもう何よりやっぱマーベルコミックスですね。そうですよね。あ、そうなんだ、読んでないから誰が誰か分かんないけど、うん、面白い人いっぱい出てきた。そう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 、もっと前からそれやるべきやったんですよ。あ、あ、ちょっと帰ってくる。まずシーハルクいるじゃん、はい、でさ、俺なんかこいつ何って思ったのがさ、うん、あの藤井のやつ何、ミサイモータル、そう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 、飛び降りたやつ、そうそうそう、あれなんなの、なんか急に不死身のやつ出てきて、今までいないよね、あんなちょっと、ね、ちょい役で変なパワー持ったやつ出てきて、あんな出し方したら多分今回初めてちゃう。まあほんまにこんなモブみたいな感じでコミックのキャラクターが出てくるのは、うん、多分ほんまにホークアイとシーハルクぐらい。あ、他好きなキャラいました？リトリートのメンバーはみんな大好きでしょ。誰？リトリート、エル・アギラとマンブルとサラセンとポーキパイ。そんな名前が出てくるのわかんない。豚みたいな、オークみたいなやつ、マンブル。あ、それがマンブル。マンブル。じゃあさ、もう今回のやつでもう今回しか出てこないんじゃないのみたいなキャラがめちゃくちゃ使われたって感じかもしれないし、今後のことを考えて出したんちゃうかなっていうキャラでもあるので、全員とも。どんな感じで関わってきそうなんですか？エル・アギラはおそらくアイアンフィストとルーク・ギジン出てきます。おー、え、誰あの、闘牛士みたいなやつ。ああ、ここのやつら、はい、あ、そう、これ出てくる可能性あるんだ、はい、かつ、あの、彼はミュータントなので。ミュータント、あ、そっかそっかそっか、言ってたね。もえぇー、じゃあもうバリバリ出る可能性あるじゃないですか、はい、マンブルはデアデビルに出てくると思います。マンブルね、シーハルクがこの面白さなら面白そうですね。デアデビル28号、うん、デアデビル結構コメディ調に作られる気がしますね、うん、あの感じだいぶ違いますよね、ネクの時と、あ、そうなんだ、うん、あんな軽くない。え、あれ役者さん一緒なんですか？一緒です。はでも違う、演じ方全然違います。え、いいね、うん、なんかコウモリ豚みたいなのがいっぱい出て、2、3話ぐらいの時に、あれ魔界でしょ？そうです。やっぱあれは今後魔界の話が出てくるよってことでね、多分その多分あのマディソンがあの契約したんでゴブリンクリーンになってると思います。そう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 、マディソン、はい、あれだよね、並び方が違うみたいな。そう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 、なんだっけ、あ、そうか、意外な順番だ。そうそうそう、あれね、吹き替え聞いてほしいんだよな。ね、あれめっちゃ面白いよね。最高っすね、吹き替え。吹
き替えだとあの女の人出てきて、N が2つで、が2つで Y が1つで、1つだよっていうのがめっちゃおもろいんですよ。2回言うよね。そう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 。え、ここなのに恋人なの？なんだ？でもなんか、ちはるく役の方が答えてるのはベストフレンドとしか言ってなくて、え、なんかニューヨークとロサンゼルスだから、デアデビルがニューヨークで、ちはるくからロサンゼルスに住んでるから、うん、付き合いはしないんじゃないかみたいな。え、でもさ、ちはるくなんかドタイプみたいな、うん、ドストライクみたいな感じ、え、めっちゃ好きじゃないですか。あのね、これそうしとこうが面白いです、サッカーと。で、何々、ね、どう2人が付き合ってる面白いです。こうなってる方が楽しい。絶対面白い。なんでじゃないとシーハルとディアデビル出れねえから。あ、これがこっちの右で、え、原作はそこも関係ないの？全く関係ないです。そんな中にもならないの？はい。へえ。原作は彼ですか？ディアデビルは何にも付き合ってます。あ、そうなの。一番付き合ってる期間が長いのはナターシャのモノフです。あ、そうなんだ。え、ナターシャと付き合うの？はい。面白い。それを崩壊の嫉妬して邪魔しに来たりとかす。へえ。最初はどうでした？もうその話しようかね。でも一番の新キャラはね、あれでしょ、ファイギでしょ。ケビン、ね、ファイギじゃない、ケビン、ファイギじゃなかったんですね。これがね、もう一番の新キャラでしたよ。これは衝撃やった。これ衝撃、これめっちゃ誰もがケビン、ファイギを想像したでしょ。じゃあさ、え、これ面白かった？どうでした？面白かった。僕らも全然、俺もめちゃくちゃ笑っちゃった、さっきね。これはシーハルクでしかできない。ケビンはって言ってさ、ケビン、君ケビンと喋れると思ってんのみたいな下りはまず最高だよね、はい、それこそそのこうやっておまけでこうやって今何回かやってるけどさ、もうまさに俺らがこうやって話してるような内容をさ、 そのまま揶揄されたような、そうね、そう俺らも最近そのね、ドラマででも毎回終わり一緒じゃんみたいな、その振りはすごい広がるのにやっぱり終わりこの感じかっていう話をまんまされたもんね。まんまされましたね。ディズニーのケビン・ファイギーはもういろんな人、その考察人、する人いるのをもう把握してるから。そうそうそう、手の人にこんなね、そうですね、お前らこう考察してんねや、そうはいかんぞみたいな。そうそうそう、あれが面白かった。面白かった。で、しかもさ、なんかちょっと潔いのはそれをファンに語らせてるんじゃなくて、制作内部がそれを語ってるから、なんかその半分自分たちもなんていうか共犯関係っていうか、今までね、まあ、確かにそういう風に作ってた部分もあるかもしれないけど、今日はそうはいかないぞみたいな、うん、なんかそのニュアンスも良かったですよね、うん、なんかそれが俺ら側にこう託されてるんじゃなくて、うん、なんかあのやっぱね、今までもこうやってヒーローものっていうのはね、こう何パターンかがあるんだよみたいな話をしてるところから、でもこれは法廷のハルクの話を主人公私をみたいなの良かったですよね。ですね。ストーリーを書き換える話、うん、は完全僕デッドプールが次やるんちゃうかなって僕想像してたんですよ。コミックから出て制作者に会いに行くっていうのは、うん、まあ、デッドプールキルズユニバースっていうのがあって、そっちではあの全ライターアーティストを殺しに行くって話です、最終的に、うん、それもあって僕デッドプールの次の作品でやるんちゃうかなと思って、ここでやるよったと思って、まあそうそう、どっちが早い、だってシーハルクの方があの圧倒的に先にやってるんで。そうなんですか、ね、圧倒的に先です。俺も思ったのよ、デッドプールも 1,2 ってやってで第4の壁超えるみたいなよく言われてたけれども、でも言うほどじゃん、うん、その僕ってこっちに喋ってくるぐらいで、ぐらいですね。そうそう、だからもっと言うと一番今までで超えてきたのってワンダービジョンだったじゃん。もう最初ね、最初のドラマで始まって、あの感じこそ究極のメタやと、めちゃくちゃメタなことやってきてるっていうのがの中での、なんかやっと俺は第4の壁をちゃんと越えてくれた感じがしたっていうか、やっぱあそこまでやらんとね、越えたってことになんないですよね。そう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 。でさ、ハルクがさ、リアル世界で暴力振るってんの面白いよね。そう、なんかスーパーパワーがない世界の警備員たちをボコボコにやってる感じが、なんかいつもと同じなのになんか違う。そう、あれラストバトルですからね。あれラストバトルですから、ね、ほんまや。そう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 、今回のヴィランはケビンなんですよ。なるほどね。それめっちゃ怖いね。ケビンを倒すのに 何が必要だったか、力じゃないんですよ。うん、そう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 、これだから、要は最終ベンドで倒すっていう、破壊するのがシーハルクだってことだよね。最終ベンドね、あそこいいよね、はい、だから今回のラストはケビンだったんですね。こいつよ、こいつがいつも同じ終わらせ方してるっていうのをシーハルクはぶち壊したっていう、はあ、普通の MCU ファン、ずっと今まで真面目に MCU 見てきた人からすると、いや何してんねん
になっちゃう。まあ、確かにある意味、ある意味でもそれこそ結構おまけの夜では割とそういうとこ批判的だったじゃん、うん、また一緒じゃん、また一緒じゃんとか言ってて、でもそれでいいって言ってたファンはめっちゃいたわけじゃん、うん、でも今回の最後のケビン・ファイギとかのあの二人のやり取りってこっち側の意見だったから、だからもちろんそれも多数派としていたんだろうけども、そうじゃない人たちも多数派として結構いたわけで、半々くらいでいたじゃん、うん、いやそんなことない、別に今まで通りで面白いよっていう人たちからしたら多分嫌なんですよ、そういうことなんですよ、うんうんうん、人によっちゃ半分夢打ちみたいな感じですよね、そうだよね、うん、とはいえ最後の、アボミネーションだとか言ってダーンって出てきたところ普通に楽しいじゃん、めちゃめちゃ笑う、なんかあそこであそこすごい、それ自体普通に良かったのは、うん、さっきも言った今まで話がこう連なってる中で最後割とちゃんとこうミステリーというかミスリードされてる感じっていうか、でどういう話になるんだろうって分かんなくなって、でしかも最後ハルクのパワーを失った主人公が法廷で裁くみたいな言うじゃん、なんかその全員訴える、うん、起訴するみたいな感じって、それも今までにない、それ自体が面白いじゃないですか、うん、そのヒーローとして倒すんじゃなくて普通に悪いやつらを法で訴えるっていう展開がめちゃくちゃ面白い中で、裏切り者はアボミネーションだったのみたいなので、おもろってなったらそれをご破産にさせるラストっていうねそれも確かにあのまま見たっちゃ見たい、そのハルク全員集合みたいなのも見たいっちゃ見たいなっていう気もするっちゃしたね、まあいつも通りですよね、そうそうそう、でそれがいつも通りだよねですよね、そう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 、これ今後の MCU たらどうするやあそこの会話シーン面白かったですね、あそこの会話シーンの会話正確に気にしてあの元の姿に戻るって言ってるの、そうそう、でももう帰る奴らは帰っちゃってるからあのカメラを変えろとか言ってなんかさ、カット変わったら戻ってるっていうその戻るシーンすら作らないのがいいよね、君はコストがかかりすぎる、そう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 あ、そうだよ、どうして MCU にはパソコンばっかりに出てるの、もうやめてくれっていうね、スターロードはなんか2人の父親、2人を焼いて2人のパソコン最高やな、あと X メンがどうか、そう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 、シーハルクの顔やったったねみたいな、いつだよな、好きなシーンというか、うん、もうだから最終回 の, あのディズニープラスのあのメニュー画面に行った時は携帯壊れたって俺もなんか来たーっとってあの動き出してゾワゾワって感じで、あのまさかサムネぶっ叩いて出てくると思わなかったよね、確かにいいよね、ダイヤの髪破れるっていうのをコミック上ではこのビリビリって破ったりとかやるんですけど、うんうんうん、あれをどうこの映像的にどうやるんだろうって、確かに、確かにね、それが何より天才的やなと思って、だからワンダビジョンの時は撮影とか、映画なんかね、そっち側のメタだったけど、今回はこのプラットフォームっていうメタでやってきたのよかったね、あでも俺あれもゾクゾクしたわ、それ言ったら最終話前の最後でデアデビルといい感じになって、俺まだやってるのこれもう終わっていいんじゃないとかいうのを何回か続けるじゃん、で、あれこれまだ回ってるってことはこっからどうなるのみたいなことをずっと本人が言ってて、でなんで赤いハルクが出るか、ね、赤になるか、はい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 、どっちでもいいか見てみましょうみたいな感じで、はいはいはい、あそこら辺のこのこれから次最終話だから何かなるのねとか言ってる、なんかあそこら辺良かったね、良かった、ああいうのなんか結構だからやっぱメタなの好きなんで、やっぱ第四の壁越えてこう途中でもなんか結婚式の時かな、なんかああそうですね、これから盛り上がるっていう時に結婚式みたいな、うん、なんかそのそういうのうちは完結暮らしやるのみたいな、そう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 、なんかそう言ってくれるの結構やっぱ見てて楽しいですね、ワクワクする、あとさあの友達の相方みたいなさ優秀なあの人いいよね、うん、めちゃくちゃいい、あいつ優秀なのめっちゃいいっすよね、めちゃくちゃ優秀、なんか俺なんか急にさ衣装を作りに行くじゃん、パグ、うん、パグとか、はいはい、なんか潜入して、はいはい、で、なんかその…僕の居場所を突き止めて、居場所を突き止めて、何してんのかなと思ったらその後に…探偵能力まですぐ、そうそうそうで、その後に後から必要になるじゃん、そうで、その時にもう用意してあるわよとか言って、めっちゃ優秀じゃん、こいつと思って、あと、あいつは何だったんですか、あの女の子のすごい1話から出てきた、タイタニア、あいつ何なんなの、あいつ いきなり出てきて、ヴィランなんですか、あれは立ち位置は、困ったな、困ったな、一応いるのはいる、あの
シーハルクの最大のライバルはタイカメイです。そうなんだ。でもヴィランではないです。ヴィランです。あ、ヴィランなんですね。あいつにずっと意味わかんなかったですよ。いきなり出てきて邪魔したと思って、なんかそして化粧品売り出して。原作はね、むちゃくちゃいいキャラなんですよね、ダニア。パワーが強いかどうかもなんか、そうよくわかんなかったですね。インフルエンサーってことしかわかんなかった。そうですね。それすらもうどういうことなんていうの、なんでインフルエンサーなんていうのかわからへんし、なんでファンがいるのか全然わからないね。最後、その、ずっと言ってたんですよ。タイタニアが最終まで助けに来てくれたら最高やなっていうのを僕あのいつも動画撮って3人で言ってたんですけど、ほんまその通りになったんですよ。最後でバーンって来たもんね。みんなドア使わないのって言われてるみたいな。なんか好きなシーンとかありました？シーハルク全編通してこんだけキャラ出てるし全員濃いからテンポ感がすごい早かったんですよ。ほんとに見てて飽きなかった。飽きないし足りなくもないっていうか、なんかちょうどいい。そう、ちょうどいい。わかる。めっちゃちょうどいい。だから、このキャラクターもあっさり出てきて、あっさり退場していくからいいんだよね。そう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 。これ一人一人、こいつの能力は何でとか、どういうバックボーンでとか。いらねえ、いらねえ、いらねえ。でも全キャラ今後の作品に絡んでくるわけでしょ？絡んできますね。で、割とちゃんとさ、法廷ものっちゃ法廷ものやってたじゃん。そうなんですよ。法廷楽しながらと。それも良かったよね。あと僕好きやったら何枚やったかな、なんか2つの話が同時に進行してて、うん、それが、うん、一緒になって、あ、オチに繋がってる。で、しかもそう、繋がるときに一緒繋がったもんね。そう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 。つながったわ。あれがめちゃくちゃ良くて。確かにそれなんだっけな、あったな、うん、もう前の相方というかね、一緒に働いてた人が、あれだ、あ、そうそう、そうです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 、そうだ、あの、そうだ、アスガルド人が、あの、変身するアスガルド人が騙されて、あいつも何マジで、え、あれどう思ってたの？なんか俺、本当に、え、俺ぼーっとしてたのかなと思って、な、何こいつと思って、出てたって今までみたいな。どの人？え、あの、シェイプシフターですね。あー、エルフ自体出るの初めてですか？エルフ、耳がなんか、そうだよね。俺何にも知らないからさ、こいつのことびっくりしてね。みんな知らないですよ。あ、やっぱみんな知らないよね。みんな知らない、よかった。基本的にこのドラマそういうのばっかりそうだ。知らないけど、誰かなんだろうなみたいな。しかも原作のライトよりそんな能力ないし。あ、そうなんだ。テーマがやっぱりそのマスキュリズム完全否定やから、その男性主人公、強い男性主人公なんてもう MC にはいらないんだよって言ってるんですよ、シーハルクずっと。で、最終的にケビンと戦う時も力じゃなくて、言葉で倒すっていう、さりげなくそのケビンにさっきのファザコン同行っていういわゆるこの家父長制っていうのも結構強調されてた、2までの、フェーズ3までは。なんだっけ、キングハルクにさ、暴露されるとことか普通に嫌じゃなかった？あれね、なんか急にね、表彰されてる、あれやだよね、キスすぎますもんね。で、なんかマスクしてるやつとかさ、もうぶん殴れよって思ったらね、いけ、今だみたいなさ。結局それの動機も全部ただの嫉妬でしょ、あれ。そう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 、男性が振られた嫉妬とかさ、女が力持つなみたいな、そういうことですよ。そう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 、その辺もしっかりやってるんで、恐ろしい作品ではあるんですけど、でもそれを見てる方にあんまり感じさせないっていう上手さ、ほんまにすごい。そう、それでさ、元彼全員揃えて法廷で証言させるときに、やだな、そのさ、自分の方が自分の話してたのに、あの法廷だと彼女は自分の話してみたいなこと言うやつとかさ、あ、男やだなってさ、なるじゃん。自分の恥を武器にするしかないっていうね。そうそうそう。じゃあ、女の人っていい男を見つけるの大変なんだなってさ、なんかこう思ったりとかね。イヤホンしながら夜の街を歩けるなんて最高みたいな。それは羨ましいわ。ねえ、あそこも面白かったわ。なんかあの、そのさ、セミナーでさ、囲んでるところでさ、なんかその連絡、3日間返信来ないのみたいな、やってたなんかね、なんだっけな、やり取り来ないとか言って、で、あ、でも最後に送ったのは何みたいな、あ、最後さっき送っちゃったやっちまったなぁ、最高やったな。もう僕そうやわ、最高のシーンはその辺りですわ。あ、それいいよ。みんながあの、サウナから出てきたシーンにこうやって、イエーイ、あそこが僕セクシーやってたら最高のシーンです。あそこいいよね。あそこが一番好き。脱がないやついたじゃん、脱がないあいつ脱がないでこう聞いてて、で、そのシーハルクがさ、まあ要は失恋してて、そいつでもうなんか引っ張られちゃってるんだみたいな話バーってした後に、そいつが急にそいつぶっ倒そうみたいな、そうですね、言うよね、ぶっ殺そうぜぶっ殺そうぜあそこですげえ笑って、
れ。あ、おもろい。マジで泣きましたもん。あったかいよね。ほんまに。ちょっとこんなやつみんなで優しすぎる。倒そう倒そうみたいになって、なんかでそいつのことは忘れようとか、消そうぜみたいな話になってね。優しすぎやんと思って。あれ要はただ失礼して立ち直るっていう1話でしょ。そうなんですよね。ここはどういう関係なの？ここは。まあ付き合ってるでしょ。そうなの？もうあんなちょっとおばかちゃんな感じの子が好きなの？頼むから付き合っといてくれ。なんかほっとけないってなってそうですよね、うん、ああなるほど、あ、うん、そうだ、この話聞いていい？こいつなんか変なマジシャンがさ、ギュインギュインギュインって入れられて、何があったのって話された時に、あ、っていうかその前にさ、出てきた時の肝持ってな、心臓持ってましたね、そう、であれも俺みんな分かってんのかな、俺何か見逃したのかなと思いながら、でももう悪魔と契約しちゃったんで彼女も普通の人間じゃないですよ。あの心臓はまず誰の心臓？自分の心臓ではないです。誰かの心臓？契約のために。そう、なんかさ、で言えないとか言ってたよね。でなんか落ちて、なんか、2頭のヤギがどう、そう、だから変な話、 MCU においてはゴーストライダーよりも先に悪魔と契約した人物です。そういうこと。今じゃあなんか変な話、強い？あ、もう多分えげつなことになってます。本人全く意識ない。そうだよね、そこまで読み取れないな。でもね、なんか語ってたよね。多分だからアガサのドラマとか出てくると思います。ね、転がされてるな。いや、いや、最高だよ。でもこっちは本当に久々にドラマシーズンで僕の中だとかあたりで、いやー、ほんまそうですね。これくらいやってちょうどええねんな、ドラマは。まあ、どう語りて足りないとこない、ま、これがなかったらまたすごいなとか。あと5時間ぐらい。確かにそれ柳生さん本当にそうだしね。自分のチャンネルの撮影本当にそんなノリで。そうですよね、はい、ということで、いや、ありがとうございました皆さん。ありがとうございます。はい、話聞かれて嬉しいです。はい、ということで、またね、何か機会があればまたよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあシーハルク、楽しかったですね。楽しかった。じゃあ面白かったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではさよなら。